Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me やこー。じゃあ、コンビニ寄ってもいい？水？オッケー。はい。お腹すいたね。だからご飯食べ行こう。ちょっとね、行きたいところがあってね。俺も楽しみ。本当にそう、暑すぎ。ほい。よし、じゃあナビセットしていきますか。とりあえずこっちの方、あ、そうだ。ETC、ETC、ETC。はい。じゃあします。よっ、いや、あれこっちか。あ、これ ETC じゃねえよ。普通にキャッシュカードだった。あれ、行きます。出発。変な音鳴ったんだよね今。マジでいい天、よかった。晴れて、雨だったらちょっといろいろ変更しなきゃいけなかったけど、とりあえずお腹空いたよね。お腹空いたし、おしっこも行きたい。そう、パーキングね、行きたいなってずっと思ってたんだけど。え、これ何、これ。出口じゃないからいいよね。あ、あっちだ、保土ヶ谷。え、違う。あ、じゃあこっちだ。いやでも俺神奈川地元なんだよね。地元帰ってない、帰ってないから、ちょっと、あ、このままちょっとお母さん挨拶してもらって。あ、そうだね、ばあばんちの近くだった。小学校の時お母さんとあんまりそう関わりがなかったんだよね。お母さんがもう一人で働いてたから、ばあばん家にいつも帰って、ばあばん家でご飯食べて、ばあばん家から学校行くみたいな生活してたから。でも今はお母さんと仲いいから、え、行くか。純子に会いに行くか。でもちょっと怖いね、カミングアウトは。やっぱりなんか分かんないけど、理想の息子像とかもしかしたらあるかもしれないからね。その理想の息子像のまま追われるならそれでいいもんね。一番好きな食べ物ね。いや、うーん、食べ物だったらトマト。トマトがめっちゃ好き。お腹空いてきた。食べ物の話、お腹空いてきたよね。いる、うん。だから、あ、なんでもない。と言いかけた、こうするんだよっていうのをちょっと言いかけたんだけど、すっきりした。トイレ行けた。やっと着いたよ、イエーイ。海、めっちゃヨットがいっぱいいる。
生け捕りにされてる。何食べる？超なんでもあるよ。海鮮食えないんだけど、レッドロブスターだけはね食べれるの。シーザーサラダかシュリンプアボカドカルフォルニアサラダ。本当に？じゃあシーザーサラダで。マッシュルームグラタン食べたい。食べよう。じゃあ、あれ、あれやばくない？はーい、はい、ありがとうございます。はーい。傘ついてる、すごい。で、はい、はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。どうぞ。チーズたっぷりだ。うまそう。はい、ね、いただきます。うまそう。うまっ。でもロブスター、うまっ、うますぎ。ごちそうさまでした。超お腹いっぱい。でこの後は近くの江ノ島水族館に行きたいと思います。イエーイ、行こうね。そう、クラゲが有名なんよ。そう、行こう。よいしょ。いい天気だ、本当に。すぐだからね、こっから。あ、てかそこだわ。目の前だった。ロブスター食べた後に水族館。じゃーん、クラゲとペンギン。ペンギン。じゃあ俺はクリサオラプロカミア。こんにちは。はーい。すごくない、この長い細い。ないんだよ。こいつ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 、 A にして、ほら尻尾短い。こっち、あ、いるいる。なんかこう見ると鳥だね。クラゲファンタジーホールに到着です。上もクラゲになってる。俺のチケットの子たちがここにいます。おお、すごい。すごいわ。かわいい。うん、ウェイ。楽しかったね。めちゃくちゃ。どうだった？楽しかった？クラゲすごかったね。かわいかったね。海行った？今年。行ってない？行く予定は？よかったね、これって。ねえ、だから行きたいところあったのにさ、気づいたら通り過ぎてた。
まあでもね、ドライブを楽しむって意味ではこういうのも付き物、全部ね予定を組むより、あ、本当に、じゃあ俺が行きたいなって思ってるところにフラフラと、もう時間もあるからゆったりと渋滞に巻き込まれながらどう、お腹空いてきた？着いたぜ。イエー、あ、これじゃん、ハングリータイガーでございます。そう、神奈川にしかないもの、じゃじゃん、どうしようかな、やっぱこれかな、オリジナルハンバーグステーキ、トマトサラダ食べる、そう、和風トマトサラダラージすいません、トマトうまい。うまっ、めっちゃうまい、牛肉 100% のハンバーグだから美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。この後最後にちょっと向かいたいとこがある。あ、なんか雨の匂いがする。降りませんように。違うよ。ごめんね、そんないい車乗りたかったね。そっち BM。 それでは夜のドライブ編スタート。最後のこれがメインまである。俺の超好きなところ、到着、行きましょい。なんかベタかもしれないけど、俺はやっぱりベタかもしれないけど絶対に連れて行きたいってところが、もう夜は絶対にここみたいなとこがあるんで、そこにちょっと今から連れて行こうかなって思いやす。これが大桟橋っていうところで、なんかバイクの免許取ったら一旦ここに遊びに来たりとか、車の免許取ったら一旦ここに遊びに来たりみたいな、なんかその全員が通る道みたいな。キーだよ。そう、これもここからなんかおしゃれな木に、そうそう、じゃん、こっちです。あ、船もあるからめっちゃ綺麗に見える。イエーイ。昔からなんかこう会った時とか、自分に対してとか、じゃここに来てぼーっとするとかしてて、頭すっきりさせて帰るみたいな。東京に帰ってきたよ。送るね。うん。
楽しかった。寂しい、帰ったら一人だ。そうだね。こちらこそありがとうございました。またデートしようね。